川島清は自動車エンジニア、実業家、元ホンダ技研工業代表取締役社長。実定の川島博は日本学器製造社長、大英副社長歴任。1947年、浜松高等工業学校機械科卒業後、ホンダ技研工業の前身である、ホンダ技術研究所に入社。ホンダ型や、 ホンダ初の4ストロークエンジンを搭載した二輪車で、あるドリーム E 型など、最初期の市販モデルから、競技専用バイクの開発に携わった。1950年代から、ホンダのレーシングチームの監督を務め、1959年から1967年には二輪、世界グランプリレースで、ホンダワークスチームを率いた。1965年には一時的に四輪の、 ホンダ F1 の監督も務めたことがある。1971年にホンダ技術研究所の社長に就任。1973年10月にホンダ総一郎の後を受け、45歳の若さでホンダ技研工業代表取締役社長に就任。7人の候補がいた中で総一郎本人が川島を後継者として指名した。川島喜八郎。 西田道博らとのトロイカ体制で経営を担い、在任中は一時的に軽自動車市場から撤退する一方で、アメリカ・オハイオ州に現地生産工場を開設、欧州ではブリティッシュレーランドと提携を結ぶなどした。またヤマハ発動機との激しい二輪車の販売シェア争いにおいても人頭式を取った。1983年、後輩の久米寿司に後を譲って、 社長を退任。1994年から1999年にかけて東京商工会議所副会頭を務めた。2007年、朝日、重光明受賞。2013年10月31日正居。85歳没。ありがとうございます。